先生、これ勝ち守り、これ奈良城神社の祈祷してますので、そうですか、必ず勝てますようにこれ身につけて戦ってください。ありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。どう必ず勝てまいります。ありがとうございます。近現代史を正しく教えないといけないな。歴史教育が間違っているからこそ自衛隊が憲法違反だ、こんなことが起こってしまうわけであります。今回の戦いは小林茂樹が勝つか何々さんが勝つかという戦いだけではなくて、自民党公明党の安定した政権か立憲民主共産党の野党連合か、この考え方の全然違う外交政策のないところを分かり間違っても選ばないようにしていただきたい。全国の小林茂樹のためにお集まりをいただき、エールを送っていただき、皆様方のお心にしっかりと答えを出していくためにも、さらに小林茂樹さん決め、国政でしっかりと答えを出し、仕事にして皆様の手にお返しをしてまいります。小林茂樹でございます。ふるさとの歴史と伝統と文化を守り、国家も大事であります。しかし地域を一軒一軒のそのご家庭のこともしっかり想像しながら、お役に立つ政治を、そして景気経済を立て直す小林茂樹の政策であります。経済成長を目指す自公連立、この政治をぜひとも皆様方選択いただきますようによろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします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 。頑張ります。この道というのは経済を良くする、お金の周りを良くするための道でございます。また救急車、消防車、パトカー、緊急車両が慌てているとそこへ行きたいときに道が渋滞していったら一体どうなるのかということであります。自由民主党はこれまで予算をしっかりと取って奈良市の道路づくりをやってきました。今日は奈良市の山本和弘市議会副議長も一緒に回ってきていただいているんですが、奈良市の東部地区出身なので、いつも高等中学ですかのあそこで、東里地区の夏祭りをやるときには美味しいアイスクリームと牛乳をご提供いただいておりますが、最近頑張ろう。